こんにちは、豊さん、はい、この動画、大好きな動画といえば、はい、順位予想。あ、そうなんです、みんな大好き、順位予想。当たらない当たらない順位予想逆張りしとけばいいというふうに言われてますが、まあ、そうだね。はいはい。今日は交流戦の順位予想を豊さんにしていただきます、はい。まあ、12チームざっと出ました。出ましたね。出ましたね、はい。もう早かったですね。まあ、意外と早かった。意外と早かった。意外と早かった。じゃあどんどん行っていきますか。はい、まず交流戦、今年の優勝はどこですか？ソフトバンク。でもこれみんな同じこと思ってると思うんですよ。まあそれしかなくないえ、いや12球団、まあセパあるけど、はい、やっぱ戦い方抜けてると思うよ。これはDH が使えなくなったとしても関係ないね。そう、今危ないデカがね、またあの映画でね、関係ない、ね、関係ない、関係ない、いけないか。このままの勢いで行くんですか、やっぱり球場を。まあそうか、関係ないよ。もうセリーグの、でもセリーグのピッチャーもいいですよ。それはもうソフトバンクのピッチャーもいい。まあまあそうか。資格なしですか、ダントツですか。まあ資格はないだろうな。そっか。ただマリンを苦手としてる節があるんだよね、うん。だから甲子園とか、うん、松田とか、うん、ここら辺はちょっと苦手にするかもわからないけど、はい、やっぱドームに圧倒的に強いでしょ。ドーム以外の風が吹いたりとか。そうそう、風に弱いんだよ多分。甲子園じゃないですか。そう、あ、いやだからまあだけど強いよ。ソフトバンク今年は甲子園で戦いますか。ソフトバンクは甲子園でやらない。やらない、ね、ペイペイ だ、 そうだ。カープはマツダスタジアムではソフトバンクはやらない。やらない、ね、はい、ダントツ。条件がさ、明日気象条件が、まあ、あとは期待するのは横浜の打ち合いにはなんないな。あ、 DeNA、 それは別に球場関係なくってことですか。もう狭いからね。 DeNA はハマスタでは、ソフトバンクは戦うと思う。去年戦ってない。ハマスタはある。そうなってくると、まあ、ちょっと打ち合いになるかなと。いや、まあ、だ打ち合いになったら負けないよね、ここは。ここ21得点今シーズン入れてるので、ね。いや、まあまあ、まあ、それもあるけどね。はい、はい、じゃあソフトバンクが優勝、はい、2位です。日本ハム。これパ・リーグの順位表見てるみたいですね。そうだね、はあ、日本ハムも充実してるよ、うん、戦い方が、はい、それとやっぱ戦い方がいい。で、いろんなアイテムを持ってる、はい、こんなチームはセ・リーグにはあんまりない。パ・リーグでもない、うんうん、だから点が取れなかったらどうして取るかっていうアイテムをいっぱい持ってるよ、うん、だから日本ハムがやっぱ強いかなって。で、交流戦にも意外と強いからね、日本ハムって。うんうん、そうですね、うん、だからそのまま来るかなっていうふうに思う。去年はね、この交流戦で貯金に作っていますし、まあ、そうだね、はい、あれだけ弱かったのに、うん、昨年に作れてるわけだから、はい、今年はやっぱソフトバンクと争うと思う。そうですね、あとは山崎福也投手をおそらくセリーグの本拠地でやるときに当ててくるのかなと。そんな細かいこと考えなくていいよ。バッティング練習してるみたいですよ。分かってるよ、好きだからな。そうなんです、そうなんです、はい、本当はね、神宮で見たいんですけれどもね、はいはい、やるかどうかちょっとわからないですけど、私は日本ハム実は優勝。あ、まあ、その可能性もなくはない、ね、なくはないけど、うん、やっぱ充実度はソフトバンクの方が強いからな。そうかそうか、分かりました。3位です。3位は広島。あ、この好調さをそのまま交流戦でもですか、うん、やっぱある程度軸ができたということと、はい、小園が頼りになりだしたよね、うん、それと末金、ね、末金選手がそのパ・リーグのピッチャーに対してこうホームランとかって、いやー、ね、打てると思うよ、うん、まあ、そんなにね、ピッチャーピッチャーって言うけどパ・リーグは、うん、一時期ほどそんなには差はないよ、うん、まあ、確かに若干やっぱスピードを持ってるのはパ・リーグの方が多少持ってるかもわからないけども、はい、でも一時期すごいなって思うことよりも少し若干下がってるからね、うん、下がってる原因っていうのはオリックスの、そうです、中継ぎ陣があんまり良くないということで、はい、あとはまあ、ね、先発山本由伸投手も抜けていないというのもありますしね、はい、まあ、カープはね、去年ちょうど9勝9敗で、はい、まあ、イーブンで、なかなかね、交流戦って相性はあまりいい方ではないんですが、今シーズンはちょっといいと、3位です、はい、そうだね。4位です。4位はマリーンズ。
ここもロッテ、あの現在の好調なまま交流戦行くと思うよ、はい、やっぱりメンバーが揃ってきた好調さがあるよね、はい、まあそれとやっぱ特殊だよね、あそこの球場って、はい、やっぱ慣れないと、うん、なかなか厳しいと思うよ。そうそう、そうですね、で年に一度でしょ、はい、行くとしてもセリーグのね、対戦だから風が吹いたらもうロッテの勝ちだから、もう風が吹き吹き毎日行ってこいや、本当だよ。そうですね、だからまあ球場の利点というのはあるよな。これあれですかね、ZOZO の時にやっぱり佐々木朗希投手、まあ登板でも佐々木朗希がどこの試合で登板するかによってもかなりあるんだよね、うん、そうですよね、どういうふうにこの佐々木朗希投手を組み込んでいくのかっていうのもちょっとポイントになりそうですね。まあそうだね。5位です。5位は中日。あの去年3つ負け越してまして現在5位なんですけど、セリーグ上がってきましたね。今年は打てるよ。打てますか。打てる。お、その気持ちやっぱ DH になればなるだけ、はい、やっぱ得だもんあそこは、うんうん、ね、例えば巨人だと DH にしてもじゃあ誰入れるっていう、足を入れるか、うん、それとアベレージを入れるか、うん、そうだけどもいるもんね。います。中田を入れて石川をファーストにしたりだとか、はたまたビシエドを守らせて中田を DH だとか、はい、まあ、いろんな形ができるんだよ、うん、いやだからそういう意味では DH の時に戦力アップができるっていうだけのメンバーが揃ったっていうことだよね、はいはいはい、だからやっぱピッチャー陣も考えても、うん、そこそこやっぱパ・リーグのバッターたちに対等に戦える投手力がある。おお、じゃあ台風の目になりそうな感じですね。一番だからそこにかけたんだよ俺は。なるほど。で俺はトータル的に2位にしてるんだよ今年の中日は。あ、順位予想ですよね、最終的な。ここで落ちていったら終わりなんだよいやもう巻き返しつかないので。そうそうそう、これは中日さん。いや俺はチャンスはここにあると思うよ。そうですよね、うん、これあの5位でいければ当然セリーグのリーグ戻った時の順位も A クラスとか上がって上がって帰ってくる、帰ってくるってことですもんね。そうそうそう、5位中日分かりました、はい、さあちょうど半分6位です。6位は DeNA、 去年の優勝ですよね、うん、まあだからまあ、 あの別動画でも言ったけども、はい、バウアーが3勝、今永が2勝という、まあ、5勝を2人でしてるというね、はい、その2人がごっそりいないという、うん、それを考えるとやっぱちょっと今年は昨年ほど、まあ、良くはないだろうなっていうふうには思うよね、うん、自然と、はい、DH 使って、まあ、利点もここにはあるよ。あのこれ DH となると例えば筒香を制しやってるっていうことになるんですか、まあ、かオースティンかとか、うん、まあ、いろんなやりようはあるんだよね、はい、でその中でちょっと不安視してるのは中継ぎだな。中継ぎ同じタイプが3人並ぶんだよ、はい、だからここら辺でなんかね圧倒するものがないんだよ、うん、まあ、例えば田中正義とか日本ハムの抑えやってるま、うん、っすぐがものすごい生きてるんだよね、はい、そういうのとちょっと違うんだよ。違う、うん、打たして取るみたいな、はい、そんな感じなんだよね、うん、まあ、そこら辺がなんかこうちょっと不安だけどもね。そこら辺が命取りにならないといいなというとこですかね、うんうん、さあここからは下位に入っていきます、はい、7位です。阪神。ただね、去年 の, その10位からしてみるとランクアップですが、はい、うん、ただ7位、まあ、パ・リーグで状態の悪いチームが、まあ、結構あるよね、はい、まあ、西武にしたってそうだし、まあ、オリックスも昨年ほどでもないし、うん、で楽天もちょっと苦しむところは苦しんで、うん、まあ、そう考えると、まあ、そこら辺にしっかり勝っていけば、うん、そんなに崩れないかなっていう。まあ、危険度は秘めてるけど、はい、ただ上位に置かなかったのはこれは何でなんですか。まあ、チームのちょっともたもた感があるから、うん、まあ、ここら辺が5割のラインかなっていう。あ、ちょうどその7位ぐらいの5割か、まあ、1つへこみかみたいな、うん、で交流戦はあんまり得意としてないところもあるよね、はい、うん、だからまあそういうところでちょっと7位にしたけどもね、うん、なるほど、はい、さあ8位です。8位はジャイアンツ。ジャイアンツ、まあ、去年昨年ね3位で11勝7敗貯金4つ作ったんですが、昨年破壊力あったよね、まだ打線に、はい、パ・リーグ出身の中田がいたりだとか、うん、まあ、いろいろしたけども、まあ、今年は誰もいないという、まあ、そうですね、うん、豪華ブリンでホームランが岡本か、うん、坂本かっていうぐらい、やっぱり細かい野球をやっていかなきゃいけないのかなっていうふうに考えると、ここでもなかなか点にはなってこないと思うんだよ。
パリーグ相手でも細かい野球をせざるを得ないというか、うん、まあ、そうなってくるとちょっと苦しいかなっていう、点が取れないと。これ逆に細かい野球が生きてくる可能性っていうのはピッチャーがよっぽど良くないとな。でも交流戦の方が多少打たれるという防御率が上がってしまうっていうことを考えると、やっぱ得点力も上げていかないといけないのに、ちょっと上がるイメージがないんだよね。だから、まあ、ちょっと8位か、はい、にしたけどね、はい、さあ9位です。9位はオリックス。オリックス、まあここも9位っていうのは苦しいかもわからないけども、オリックスよりもっと状態の悪いチームが3チームがあるからなとか思ってさ。あのオリックスは去年4位、11勝7敗、貯金4つ作ったんですけどね。まあ、山本由伸、宮城、あ、確かに、ね、や、サチア、そういうのがいたから、そうだ、それがいても優勝ができなかったわけでしょ。そうです、その3枚いないんだよ。確かに、で、打線じゃすごい、ね、万全かっていうと違うよね。違います。だからそれ考えるとやっぱりちょっと苦しむなっていうふうには思うんだよね。そうか、9位、うん、さあここからはワースト3に入っていってしまいます。はい、第10位、楽天。楽天、母じゃない去年は楽天9勝9敗で、はい、頑張ったよね、だったんですが、うん、明るめがやっぱね、ピッチャーがまだこう経験をさせてる若手が投げてるというね、はい、で、まあ、うちにしたって長寿にしたって、うん、やっぱ素質とかはすごく感じるけど、うん、まあ、経験とかね、はい、まあ、そういうことを考えると勢いだけで勝てるんだったら、うん、佐々木朗希ぐらいの勢いがないと勝てないよ、うん、やっぱ150キロちょっとぐらいではある程度のそのコントロールがあって、うん、っていうことを考えると、成長はしてるけどまだそこまで行ってないかなっていう、その時調子が良ければいいなっていうような、うん、そんな感じだから。それはセリーグのバッターに対しても、まあ、同じこと言えるよな、うん、同じプロだからさ、うん、はい、うん、さあここからはもう残りがね、ヤクルトと西武になりました。もうやめる、いやもうあと想像力お任せする、まあ、そうそう、いやいやいや、最後までいきましょう。さあこれ11位12位宇高さん同時にお願いします。まあ、ヤクルト、西武だよね。11位ヤクルト、そして最下位が西武、はい、これはもう今のセ・リーグとパ・リーグのそのままの順位になってしまいました。まあ、そうだね、はい、まあ、ヤクルトの場合はやっぱ投手力がね、そうですね、バッターはね、どこに出してもおかしくないと思うんだけども、はい、本当に誇れるね、まあ、打線を組めると思うんだけども、うん、ピッチャーがどうしても足りないよね。足りないですね、うん、その中で点が取れるっていうのはまだストレスが少ない、はい、ね、うん、それ考えると、まあ、西武の上に来るのはヤクルト。そうか、で結局一番下になってしまうのが西武。西武は実は去年も同じ最下位で6勝12敗、うん、で実はスワローズも11位で7勝11敗というところで非常に負け越しているんですよね。まあ、そうだな。だからまあ西武の場合はやっぱこう交流戦に入るまでにいい形になって入ればいいけど、うん、なかなか形が見えないもんな。まあ、投手力はいいよ、投手力はいいけど、うん、点取れないんだったらいつまでたっても勝てないしさ、はい、で何かの拍子で1点取られたって言ったらもうそれだけで負けちゃう、はい、それじゃやっぱな、ちょっとピッチャーかわいそうだしさ。だからまあ優勝できるような投手力は揃えてるんだけど、うん、バッターたちがね、そうなんです、優勝絶対できないような打者たちだから、並んじゃっていますし、あとセリーグの本拠地行けば DH が使えないとなってくると余計だよな、ますます厳しくなって、ますます厳しいよ、おかわり君がってことになるんですか。守らなきゃいけなくなる、はい、まあ、ファーストかなんか頑張ってね、体調ね、出るしかないって、まあ、まあ なっちゃいますよね、うん、まあ、ずらっとね、ちょっと1位から12位まで、はい、交流戦、予想しましたが、もちろん予想動画を出すということは、豊さん、何交流戦終わったら、それはね、反省会もやるよ、わーってやりますよね。だけど、うん、反省しなかったらどうするんだっていう話だよ、うん、つまり豊さんのね、ほぼ当たってたらもう反省会動画はもう大当たり動画に変わるってことですよね。いや、そうだよ。でも罰ゲームもあるんだろ、じゃあ。そうなんです、そんなことは言い方してるんだったら、罰ゲームはソフトバンクが優勝しなかったら豊さんが被っている帽子を3名の方に匂い付きでプレゼントと。俺だよ、俺、お前帽子どれだけいるんやお前まあまあいいや、それは。そう
ですね、そこはもう絶対の自信があるソフトバンクだけはっていうところですよね。もう優勝しなかったら俺ソフトバンクが柳田山川を近藤の帽子引っ張らして持ってきちゃう。本当ですか。いや嘘だよ、それ嘘だ。それはできないだろう。できないですよね、それはできないので、あのご自身 の、 あの持ってらっしゃる自腹で、キャップを提供と、まあね、匂い付きで提供というところで、はいはい、まあね、ぜひあのコメント欄に現段階での皆さんの考える交流戦の順位1位から順位上げていただけると嬉しいです。はい。